最悪頭から突っ込んだら死ぬかもしれん。そうそう、もう次の動画から出てこなくなるかもしれない。にゃーいということでやってまいりました。武士の本懐とは飛び込むことと見つけたり。大人も子供も姉様ごきげんよう。ごわれた。はい、ということで在任時までの1日がスタートいたしましたということで、最近海が入れるようにアップデートが行われてからラコスケだったりとか素潜りっていう部分に注目されているんですが、俺がね今回あえて注目したい部分は飛び込み。やっぱ新たなステップに飛び込むためには熱盛でも飛び込みをしていかなきゃいけないんですよ。そういう飛び込み営業を僕は動画で皆さんにかけております。ということで今回はね、いろんなアクロバティックな飛び込みを試してみたいなと思うんですけども、三段崖からじゃあ飛び込むことできんのだったりとか、じゃあその前に障害物を置いて飛び込むことできんのだったりとか、もう命をかけたチャレンジを今回はねしていこうかなと思います。だから武士です。そういえばね、昨日の動画のコメントで午後になったらマリンスーツ変えましたよみたいなねコメントをいただいたんで、ちょっと見てみましょうか。出会え出会え。お主らここでマリンスーツが売っているというのは本当か？マリンスーツ、あ、売ってねえじゃねえかよ。あれ、おめえらトレンドに乗り切れてねえんだよ。あいつら明らかに不届き者だな。で、熱盛の飛び込みのやり方っていうのは B ダッシュしてこのタイミングで A を押すと、このように飛び込めるんじゃ。こっち側にも飛び込めると。今縦だったけど横にも飛び込めると。ここで一つエソソからの忠告、これはマジで聞いてほしい。アップデートしてから、海に飛び込めるようになったよな。でこれな、通信中にも誰でも飛び込めるらしいんだよ。だからな、今まで、ここをガードしときゃ、島にね入らせることはできなかったんだよ、嵐とかを。ただここの海に飛び込んでダイレクト嵐してくるやつがいるから、この辺の浜辺にも柵を置かないとどっからでもゴキブリのように入ってくるぞ、嵐がよ。だからそれ気をつけてくれ。 あいつらもう手段選ばなくなるからな今後。俺は今回忠告として言ったが、これは悪用すんじゃねえぞ。悪用するやつはいねえと思うがな、俺のこの動画を見てる善良な市民のみんなは。いや俺の動画見てんの悪いやつばっかだったわ。でなんかな、すでに嵐もなんか現れてるらしいから、もうしょうもねえことばっか考えよるやつがいるんですわ。だから気をつけてくれ本当にみんな。あ、こういうとことかに物を置きすぎんなよ。俺なんかもう格好の餌食だからな、俺が取られたところでもう切り捨てごめんしてやるけどな。そして飛び込める場所その2、ここの桟橋からのダイブ。まあそんなもんよ。昔からな、桟橋ダイブはできたから。そして飛び込みその3が、この岩場からのダイブ。なに、こういう浜辺は飛び込めねえから、ここはもうこうゆっくり入ると。お前らもプールとか入るとかゆっくり入れよ、心臓に悪いからな。で今回なんですけど、ここのね崖から飛び込めるのかっていう話ですよ。ここに距離があると飛び込めねえんじゃねえかなと思うんだけど、ちょっと試してみようか。あとは気合でどうにかなるだろう。最悪な、砂浜にダイブしちゃっても骨折程度で済むだろう。見づれえな本当に。じゃあ行くぜ。ほっ、ダメだダメだね。ここでもう丸をしても全然飛び込ません。そりゃそうですよ。ただうちの島にはこのように全く距離のない飛び込み台ってのがあるんだよ。ここは飛び込めるはずなんだよ。でこの辺な、一回邪魔だからもうバッサリカットしていくわ。いやどうですかね、このような感じで、ここをまっすぐ走ってってここにダイブをするというコースが完成いたしました。ちょっとおしゃれにこの辺に看板も立てとくか。なんか看板置いたら途端に名所みたいな感じになっちゃったよ。じゃあいいや、早速ねここジャンプして飛び込めるのかやってましょう。スタート。でんでーん、うっ、おー、アクロバティック、見た。もう一度ご覧ください、この飛び込み、高さがあるからすげえいい感じに飛び込みましたね。ちなみに今こうギリギリじゃん、ギリギリだから飛び込めるのは分かったんだけど、ここが一マス分なくなったら飛び込めるのか、だからこっからだよね、こっから飛び込めるのかっていうのも検証してみよう。でこの状態、この状態で飛び込めるのかだよな。ここに前に一マススペースがあるから俺的にはね無理なんじゃねえかなと思うんだけど、早速試してみましょう。二段崖一マス開けパターン、いくぜ。ふっ、お、いけんじゃん。
え、いけるぞ。じゃ、これでいける？ここを。二マス開け。いや、もうこれは無理じゃねえかなと、俺は正直思っている。このように、前に二マス開けたパターンでちょっと飛んでみるか。これは無理だろう。下手したら死ぬぞ。うっそ。え、いけんの？嘘だろ。いけるんだ。マジかよ。こっからでも飛び込めんの。すげえな、身体能力が。じゃあお次はですね、3マス開け。もうこれは無理だろ。これは正直無理だろ。じゃあ行くぜ。いや、もうこれ、ケツ打って死ぬかもな。ふっ、ああ、ダメだ。もうダメだ、これは。うん。ここでもう丸押しても無理。うん。3マスは無理ってことだ。じゃあ2マスなら、いけるんだ。じゃあ次はね、この状態ですよ。この三段崖を作って、この状態で飛び込むことは可能なのか。いや、これちょっと楽しみだな。もうここのね、道もテラコッタ先生に頼んだから、俺もやっぱ願掛けだからな。じゃあ、行かせていただきますか。三段崖チャレンジ。果たして飛び込めるのか。行くぜ！おら！おお！すげえ、すげえ、すげえ、すげえ。ちょっともう一回見て。ほら、この高さで、こんな華麗にジャンプを決められる。オリンピック選手でもこんな華麗に決められるか？すごいぞ。ただな、ここで終わるのか？今回の動画ではない。さらに、地獄モードを試してみようと思う。ビーチの監視台置いたら、飛び込むことが可能なのか？これはね、ちょっと俺も、一世一代の覚悟を決めていくよ。最悪頭から突っ込んだら死ぬかもしれん。エソスも次の動画から出てこなくなるかもしれない。ただそれを試すのがエソスという一人の人間なのだ。もうこんなドキドキしたのはもうあつ森史上初めてかもしれない。もしかしたら死ぬかもしれない。そんなリスクを負いながら、ただみんなに見ていただきたいエソスの優秀の美を言います。いや、あれ？いや、ね、そりゃまあ無理だわ。まあそうよな。ああ、そりゃもう無理ですよ。もう上の方までね、そりゃ有効判定みたいなのがあるでしょ。うん。これは無理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 。じゃあここに柵を立てたら、まあいけんじゃない？柵ぐらいあったらいけるでしょ。関係ねえもんな。邪魔してねえもんな。いや、この状態でやってみるか。ああ、これ飛べるのかってこと。まあ、飛べるだろう。ああ、まあ、ただね、試してみましょう。行くぜ。まあ、もしかしたら、足がもつれて、そのまま落ちたら、有刺鉄線に絡まって死ぬかもしんねえからな。まあ、これもある意味命の賭けだな。行くぞ。ほら。え、まあ、そりゃ行けるよな。行けるよな。ギリギリを楽しみてんだよ。カトゥーンだってギリギリでいつも生きていたいからつってたからな。カトゥーンの教え守ってるしな、エソちゃんは。ちょっと母ちゃん持ってきたから、母ちゃん置いてみるか。で、この母ちゃん置いたから。母ちゃんはでも邪魔にならんだろう。行くぜ！あれ？あ、ダメだ。母ちゃんからバリア出てる。え？ここの二マス空いてても飛び込めることは分かったんだが、家具をここにぴったりくっつけないで、一マス開けて配置しとけば、こっからジャンプした時に、この家具すり抜けて飛び込めんじゃねえのこれ。行くぜ。おい、飛び込めねえじゃねえかよ。おい、みんな、とてつもなくサイコパスな実験を思いついてしまったぜ。ということで、皆さん見てください。ここにな、罪人どもを集めてやりましたよ。この状態で飛び込みができるのか。まあ、言うなればね、住民の頭上を通り抜けて飛び込むことは可能なのかというのをね、最後に実験していきたいなと思います。じゃあ早速行きますか。住民の頭上を通り抜けて飛び込むことは可能なのか。3、2、1、いけ。おらっか。おい、ダメじゃねえか。じゃあね、この状態、ここで、まあ、一マスだけ開けた状態で、まあ、最後に行けるのかどうかだけ試してみるか。まあ、これは言ってほしいな。はっ。おい、エソスが落ちねえとこの動画に落ちはねえんだよ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。
今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。